チャンネル登録17万人ありがとうございます。ついに17万到達しちゃいましたね。いつもご視聴、そしてぐるりぐるの応援ありがとうございますぜ。そんなにたくさんの人があたいのこと見に来てくれてるんだね。着るのがメインじゃないんだぜ。で、今回は綺麗伝を選んだんでしゅね。悟りにお願いして実況中貸し切りにしてもらったぜ。ここならさすがにアリスコないだろう。万が一のことも考えてアルティメットカスタムナイト採用も見送ったぜ。あ、今回は FNAF じゃないのね。下手したら一生クリア不可能な難易度のゲームは、最悪の事態を考えるとやめた方がいいのは間違いないと思いますし。でもマリサならなんだかんだできるんじゃない？アリスが来るかもしれない状況での UCN はガチでシャレにならないんだって。一応今回のは万が一のことが起きてもクリアは目指せそうなやつなの？私の経験上ではなんとかいけるやつではないかなと。へえ、じゃあマリサさんお願いしますし。あくまで記念動画はリブルがメインなんだよ。それに最近は母強化手術で金欠なんだから。金欠になったのがトリブルガンのせいだよ。あれは二人が変なゲームやってたのがいけないんだよ。まあ、とりあえずゲーム起動しますぜ。あ、タイトル画面はないのね。何回はみたいなの置いてる？急に水中からハゲのおっさん出てきた。今回やってもらう記念ゲームは、あの都合寺をリスペクトして作られた、アッティフカルトゲームアバウトクライミングになりますぜ。やけに見た目のテイスト似てるって思ったらそういうことでしたか。なんかおっさんの泳ぎ方面白いね。腕しか動かしてない気がしますが。タイトル通り、クライミングだけで上に登っていくスタイルなのぜ。多分崖を掴んで、どうやって登るんでしょうか。マウスの左右もしくは QE キーで崖を掴み、W キーもしくはスペースキーで登るみたいだな。こう掴んで、こいつと、両手で掴んでちゃ登れないんじゃない？あ、こうやるのかな？おっとっと、まだ操作に混乱してます。右手と左手を同時に駆使するの難しいかも。普段から両手は使ってるだろう。つぼうじの時はマウスだけ動かしてればよかったので、もっと上手く登っていこうよリブル。だからまだ慣れてないんだって。岩と岩の間に距離がありますが、これくらいなら軽く手を伸ばせば問題ない程度でしゅね。いい感じいい感じ。つぼうじみたいなゲームってことはさ、途中で落ちたら最初からになったりすんの？まあそういうことだと思うぜ。ちょっとなんか滑ってる。ああ、なるほど。苔が生えてる岩は滑って登れないみたいね。ただ登ればいいってわけではないんだな。ちゃんと掴めるところを探して突破しないといけないんだね。苔をうまく回避して登っていきましょう。よっこいしょっと。ゆっくり登っていったら結構なんとかなるじゃん。てか、これって休憩地点は？ずっとマウスボタン押しっぱなしだといずれ指が疲れそうなんでしゅが。休憩地点にたどり着くまでは右手の持久力が試されそうだな。ちょその行き方は危ないでしょリブル。左右の腕が絡まってこんがらがっちゃった。てか、次の岩まで若干距離遠くない？いや、これくらいなら手を伸ばせば大丈夫に見えるが。あ、よく見たら上にも行けそうなところが。さすがにあれは遠すぎない。ちょドラム缶も地味に滑る。上は届きそうにないので諦めて左に行きましゅ。あと数ミリ届いてない感じだったよな。その数ミリが遠くて残念で、滑るな滑るな。おいコケ掴むなってリブル。確かに私は岩肌を掴んだはず。微妙にコケに触れてましたな。でもまだ最初だから失敗したくらいで荒ぶらなくてもいいぜ。また登ろうリブル。今度は絶対にコケを掴みませんよ。違う。気を緩めて手を離しちゃダメだぜ。もっとちゃんと岩掴むんだよ。次の岩まではそれなりに距離がある上に間がコケだらけだから注意な。わかってるよ。ここは右手でギリギリを狙って岩の端を掴みましゅ。これで手を伸ばしてしまえば、よしよし。ジャンプしなくても届きそうな時は手を伸ばして掴んだ方が確実だろう。腕だけでジャンプって結構難しいでしゅよ。思ってるよりも飛びませんし。登ろうとする動作と振り子操作を組み合わせればある程度はいけるのでは？簡単そうに言うけどやってみりゃ難しさがわかりましゅよ。次はそこの小さい岩だよリブル。少しでも掴み損ねたら滑っちゃう。よしオッケーオッケー。掴み損ねてももう片方の指を離さなければいいんじゃね？グリーンじゃね？だから簡単に言うなって。よいしょ、あ、どっちが？さっきのは右手さえ離さなければそんなに滑らない。左手離してないのに滑った。おいまた最初からだよ。たとえ滑らないところを掴んでいたとしても、動作の反動とかでわずかにずれ落ちているのかも。つぼうじリスペクトとは言っても難しさの種類が違うしねるよ。つぼうじで培った技術は一切役に立たないんだな。じゃあ新鮮な気持ちでプレイできるね。着るのもやってみれば新鮮な気分味わえるよ。いやあたいはこういうのちょっと。ここまで戻ってきましたけど、左上方向はこれ以上進むところがないような。右上に岩が見えてるからそっちだろうな。じゃあすぐ右の小さい岩を掴んで、あ、危ねえ。慌てなくていいんだよ。グリーンだよ。ここから右上の離れた岩肌を掴めでしゅって。ちょっとこれはさすがに遠山の杉さんでは。遠山の金さんじゃなかったか？間違い間見た。左手はこの辺を掴んで、ここから右上に向かって腕を、ちょっとギリギリ届いてない。いや、やっぱ遠すぎた原爆？ほほ、この距離をどう潰すかだな。おっと、これは最短で手を伸ばせるかも。めっちゃいい感じの場所掴めてるよ。あら？やっぱ届かない？本当にこっちで道合ってる？行けそうな場所はそこくらいしかないと思うが。どうすら右上の岩を掴めるのよ。あんま変な動きしてたらまた滑り落ちるぜ。あ、もうそうじゃない。ほら、岩んこっちゃない。岩登りなんてリブルが一番得意そうなのに。
虫だけにな。私が操作してるのは虫じゃなくて人間ですけど。このおっさんはさすがに人間卒業してるだろ。クソクソクソ届かない。体を振っても全然ダメ。おっと。両手で苔部分を掴んだら滑らないな。あ、でも全然上がれな。危ねえ。あっちが右手を離すんじゃなくて左手だよさっきのは。ここから全然進まなくなってるよリグルー。腕がクロスした状態だとどっち離すか混乱しますな。すでに最難関地点来てません。まだ序盤も序盤だろこれ。イライラしてたらドツボにはまるぜ。おっとこれはいけたのでは。だから滑らないでよ。うへえ、さっきのは結構惜しい。あと1ミリって感じだったな。今度こそ掴めた。おお、やはりこっちで合ってたじゃないか。嬉しいからって右手ブンブンしてちゃ危ないよ。今度は配電盤みたいなのがありまし。上を掴めば、うまく指引っ掛けられないでしゅね。あ、いけた。なるべくゆっくり引っ掛けないと滑るところもあるみたいだな。左上の岩に映るんだよ。今度は赤い金属の何かが。これはガソリンスタンドの給油装置かな。どうしてこんなところにあるんでしょうか。あん、滑り滑り。ちゃんと上の端を掴むんだよ。ほいっと、泳いだから滑るなって。完全に落ちたわけじゃないから元の場所に戻りましょう。おお、そこ上手くなったね。掴む場所さえ把握できればなんとかなるもんだな。最短距離で行ける箇所を探るのが大変でしゅよ。さあ今度こそ。いいねいいね。今度は左上のボロボロ。違うそうじゃない、大事大事。慌てすぎなんだってリブル。落ち着いてるつもりだよこっちは。序盤からなかなかの難所だらけだな。今度は確実に掴むよ。でもこの板ボロボロだからなんか不安だよね。お願いだから折れないでね。まあこれはただの演出だろうぜ。折れて落下することはおそらくないだろう。ハラハラドキドキするところいっぱいだね。そしてここからまた苔が多いよ。苔リブルだらけだね。苔リブルよな。あ、この青い雑草も掴めるんでしゅね。これなら落ち着いていけば右上の岩まで問題なさそうだな。オッケーオッケー。この調子でどんどん上に向かうよ。休憩ってまだなのかな。そろそろ欲しいよね。よっこらせっと。え？右下？進行方向を表してるんじゃないかな。もう上に掴めそうな場所はないっぽいよね。この看板を信じて右下に落ちていけばいいのかしら。大丈夫なのかなこれ。か、覚悟を決めていきましゅよ。そうい。掴まれた。このおっさん握力強すぎだろ。なんか岩に大きな骨埋まってる。恐竜の化石かなんかでしょうかね。とりあえずもっと右下に進めばいいのかしら。あ、また看板みたいなのが。やけに次の岩まで遠いでしゅね。これは手を伸ばすだけじゃ絶対に届かないな。1.8 メートルくらい離れてません。クレイジークリフの距離？さすがに遠すぎ検診じゃない？別のルートとかないの？でも意味深なドクロの看板があるからこっちじゃないかなって。さあ今だ。全然飛べてないじゃん。頑張ってさっきの場所まで戻りましょうぜ。ぬわん遠いよ。あそこまで戻るのしんどいって。カサカサすんなよリブルー。こんな動きできるんだな。ここって下に行くとどうなってるんでしょうか。あ、そっちは最初に戻るだけだな。じゃああの距離の開いた崖を突破するしかないのかよ。ちょちょちょ違うって。何やらかしてんの。恋にやってるんじゃないからね。はいまたやり直しやり直し。戻ってきたよ。では二度目の崖ジャンプ挑戦。気持ち上の方を両手で掴んでタイミングよくジャンプ。全然勢いついてないやんけ。思いっきりマウス振ればいいんじゃないの。そうやってこの結果なんだよ。かなりコツが必要みたいだな。しかもあそこまでたどり着かないとまともに挑戦すらできない。途中でミスって落ちたらまた登り直し。人生ってそんなもんだろう。何度でも蘇るサリブル。さ、3度目の挑戦。今回はなるべく近くに寄って、ちょちょちょ体振るたびに少しずつずり落ちてる。そこら辺も計算に入れて崖ジャンプしないとな。なかなかえぐいねこれ。やっぱり上からにしてみまっしゅ。だいぶ上行ったなおい。これでどうよ。上から行くのが良かったのね。まだ休憩地点じゃないから油断するなよ。ここから上には行けないんでしょうか。多分下から迂回していくんだろう。これまたいやらしそうなルートしてるね。崖ジャンプなかなか安定しないから、ここで落ちてしまったらかなりメンタルにきまっしゅ。ネガティブなことは考えないように、とにかく確実に乗り越えていくことだけを考えるのぜ。うわ、届かないよこれ。あ、届いた？いけてるよリブル。慎重に慎重に。ここの岩は安定してるから簡単には落ちないだろう。何か書かれてる看板が。この先がピーク。山頂か？もう山頂なの？意外とクリアまで早い感じ？いや、さすがにこれで終わるわけないと思うが。もしかするとステージ制なんでしょうかね。最後まで登り切れたら次のステージへ移動。みたいな。手書きの枝細すぎ。結構嫌なところですなここ。オッケー、太い枝掴めた。さっさとこんな危険地帯抜けましょう。あ、なんか水の音みたいなの聞こえない？この上に滝でもあるのか？おっと、左上に池が見えてるぜ。まさか休憩地点がすぐそこまで？ちょうど右手の指が疲れてきてたところなので助かりまっしゅ。まだたどり着けてないんだから気をつけろよ。ここまで来て落ちたらマジで台無しすぎるぜ。ゆっくり確実に慎重に。おや？あと一つ岩に移ったら落ちても大丈夫だよ。よし来た。
そしてガボンデッシュ。おお、序盤の関門突破おめでとさんだぜ。嬉しくてつい喜びの前を。めっちゃ喜んでるのわかりやすいね。右腕に力がずっと入っててこってたので振り回してストレッチデッシュ。十分休んだらさらに上を目指していこうか。これ以降はパート2からにしません。まだ登り足りないだろ。結構きついんだよ。では、第2ステージ攻略といきましょう。落ちる場所によっては一番最初まで戻されるかもしれないな。枝が左上に伸びてましゅね。位置的に池から外れてるでしょ。落ちたら間違いなくスタート地点まで真っ逆さま。ちょあんま滑るなよ。難所を抜けても危険地帯はいくらでも用意されてるみたいだな。せめて落ちても大丈夫な位置までは確実に移動しておきたい。ほいっと。そこなら落ちても大丈夫な位置だろう。多分右上の太い枝に捕まればいいよね。ここからじゃだいぶ厳しいでしゅよね。落ちちゃった。大したことない交代だからじっくりやればいいのぜ。ここからなら、違う。もうちょっと端っこ掴んだ方が良くない？これならどうだ。おお、草掴んだ。そのまま枝掴んだ方が早くないか？好きなやり方で構わないでしょ。うわ、今度は滝を登っていくの？間違って水を掴んだら流されそうな予感。細心の注意を払って小さな石を掴んでいきましゅ。こんなの狙って掴めるの？ちゃんとできてるじゃないか。すぐ右横の石は怖いので斜め下のを掴みましゅ。あ、まずい流されてる。やっぱ水流に押される感じあるんだな。下手に水を掴み続けると一気に下へ振り落とされるかもね。お、一気に上まで行ったじゃん。正直どこかでミスりそうな気しかしなかったけど、初見で滝を突破できてよかった。もったいなさすぎ。あんまり端っこギリギリを掴んじゃダメでしょ。ヌアン、さっきの失敗はガチで納得できませんわ。マウス振り回しても状況は変わりません。オッケー、ストレートカムバック。あのいびつな形の枝を掴んでいきましょう。わわわ、オレ。どうせまた鉛筆だから大丈夫なはず。おお、なかなか落ち着いてますな。リブル揺れてるけど慎重に上を掴んで。よし、大丈夫。あ、また滝。これまたいやらしそうな石の配置でしゅね。最初の滝よりは石が大きいから掴みやすいんじゃね。石の配置から考えるに、これは時計回りにぐるりと渡った方が安全そうかも。おや？うや？ここはそんなに難しくはないか？いや、普通に難しいでしゅよ。割と距離感ギリギリでしゅし、水の流れが速いプレッシャーもありましゅ。左上の枝までいけるかな？ここまで来たんだから一発で決めたい。届け、よし掴んだ。あともうちょっと。おっと、滑るなよ。若干危なっかしかったものの問題なく突破かな？てか、位置的に落ちたら終了のお知らせでしゅよね。次は上の枝を掴まないといけないっぽいね。普通に手を伸ばしてもギリギリ届かなそうに見えるな。このドクロの看板をうまく利用させていただきましょう。それ、ヌアン滑る。ゆっくり。お、いい感じだよその調子。あとはこう。残念、最初からやり直し。おい、ちょっと待てよ。確かに私は枝をしっかり掴みましたよね。あれは絶対おかしいでしゅ。多分掴む物体の種類によって摩擦係数が違ってるんだろうぜ。枝は慎重にゆっくり掴まないとな。すごくいいところだったのに何してんだよ。そんなことは私が一番よくわかってるんだって。よっしゃ、ストレートで掴めた。お、ちゃんと上手くなってるな。これならすぐ戻れるんじゃない？ここ非常に映りづらいんでしゅよ。力の加え方がかなり重要。なんでそこで落ちてんの？手は一切離してなかったからね。体が重力に引っ張られた反動かな？さっきのところは一発でいけてたから気づかなかったけど、地味に難しい箇所だった模様。よし、今度こそ戻れる。枝地帯も危険だから油断しないように。リブル、もうちょっと落ち着いて。私は十分落ち着いてるよ。ぼーっとしてないで次だぜ。次、気をしっかり。ブル、すごい動きだね。今度こそ必ず戻ろう。わかってるよ。リブル、制裁を書きすぎだぜ。あんなに調子良かったリブルはどこ行ったんだよ。疲れてるんだよこっちは。よし、やっとこれで戻れる。だから枝地帯は注意しろよ。同じミスはしません。さっきから何回もしてるよ。はい、確かに休憩地点まで帰還しましたよ。戻るまで1時間くらいかかってて草。この調子だったらクリアまであとどんくらいかかるの？そんなのわかんないって。正直先が見えなくて厳しいって。おいおい、こんなところで滑ってる場合じゃ。気持ちよくなってないでさっさと戻れ。おお、今回は10分くらいで戻れたじゃん。ちゃんと上手くなってて何よりだぜ。あー、流されてるんじゃないよ。やっと2度目の挑戦でしゅよ。ここなかなかないチャンスだから絶対に決めろよ。わかってるけど右手の指にかなり乳酸が。どうせ疲れて指離すなら休憩地点の真上がいいぜ。よし、看板掴んだ。あとはゆっくりと上の枝を掴みまして。いけたじゃん、リブル。
どんどん自己ベストを更新していくリブルはさすがだな。ここに再到達するまで幾度となく壁に阻まれてきてますからね。もうこんなところで落ちたくないでしゅよ。なんか手を差し伸べてくれてる？石像の手をうまく掴まないといけないようだな。まあ問題なく届く程度だろう。とや。よし、一発だったね。そろそろ次の休憩地点が欲しいよ。序盤のクライミングコースの長さを考慮すると、二つ目の休憩地点はさすがにまだ先なんじゃないか？マジで長時間右手がマウスに拘束されるのきついんだって。それはどんなゲームでも同じことだろ？長時間マウスボタンをホールドしっぱなしなのが辛いんだよ。なんか歯車みたいなの回ってるんだけど。ついに掴む場所が動き出したか。こんなギミック入れなくてもいいから素直なコースを登らせてよ。あ、なんかお湯沸いてる。おう、ちょうど二つ目の休憩地点あったんだな。お風呂気持ちよすぎでしゅ。この時点で結構な時間プレイしたので、そろそろ一旦中断でよろしいでしょうか。いやいや、まだやるだろ。もう疲れてるんだよ。まあまあ、しばらくお風呂に浸かってからでいいから。指の疲労回復だけじゃなくて続ける気力も必要やねん。そろそろだいぶ指が休まったんじゃないか。それなりに疲労は取れたので引き続きやってあげましゅよ。その息その息。これは柱から柱に飛び移らなきゃいけない感じだな。飛び移る動作めっちゃ難しいのに、こんな際どい離れ方してる柱へ移れだなんて。気合さえあればきっといけるよ。気合だけじゃマジで無理ゲーだっつーの。全然届かなくて草。ちょ、難しいでしゅよこれ。うおや、もっと勢いつけないと。つけてるはずなのに全然飛ばないんだけど。コツをつかむまで練習あるのみだぜ。届いて。あと1ミリ距離が出ていれば。さっきより悪いよ。ぬぬ、感覚がなかなかつかめない。さ、どうも腕の振り方が重要みたいだな。あたいにはあんまり飛び方の違いわかんなかったけど、ここからさらに3つ目の柱まで飛び移るんですか。さっきみたいな動きってなかなか安定しないから難しいんだって。腕の動かし方はそれで合ってるはずだぜ。おっと惜しい。ただ柱を渡っていくだけなのに気が遠くなりそうだね。オーアルジェンリブル、結構コツ掴んできたんじゃないか。なんとなく分かり出してはきたかも。そうね、ついに届いた。で、次は右の歯車に飛び移ればいいんですかね。ちょ、リブル早まるな。待て待て。あ、え、ああ、どんどん落ちていく。最初のエリアにお帰りブル。あ、さっきのはどこへ行けばよかったのよ。上にもう一つ歯車見えてたよ。それを先に早く行ってよ。リブルが何も考えずにさっさと飛び移るからいけないんだぜ。やっとお風呂まで戻ってきたよこの野郎。お疲れさんリブル。30分くらいで戻ってこれたじゃん。確実に成長していってることが目に見えてわかりますな。私からすると進歩どころか後退しているようにしか感じなかったんですけど。あーわずかに手が触れただけ。よし、はい、来ました。ここから上に登ればいいと思うぜ。ここで右に飛んじゃうアホリブルは面白かったよ。死ぬのにアホとか言われたくないわ。では上の歯車を登っていきましょう。ここから一気に高難易度化する感じかな。なんか嫌な感じしますね。ここ簡単には行かせてくれなさそうだよね。うまく左の歯車に移るので。よし、これならいい感じで。いやなんだよねん。もうちょっとしっかり掴まないと。掴んだはずなんだけど。掴めてないから落ちたんだろう。マジ最初の三本柱きつすぎない？都合字だってコツさえつかめばどうってことないか。ショーかっただろ。それと同じで崖落ちだって感覚さえつかめば割と簡単にいけるようになるだろうぜ。今のところコツが身につきそうな感じが全くないんですけどね。乗り去って都合字超苦戦してたけど、今は余裕なの。都合字は慣れれば10分以内でクリアも可能なので。そんな早くクリアできるゲームでしたっけ。ちなみに50回登場で都合が金色に変わり、実績も取得できるんだが、なかなか面倒だから稀に起動しては登場を繰り返し、現在ようやく43回目ですぜ。マリサめっちゃ都合字やってるじゃん。あんなにアリスさんに強制的にやらされてヒーヒー言ってたのに。あれとこれはまた別だぜ。暇な時にじっくり練習するくらいなら私にだってできるわ。てか上の回転早。ちょっとどうやって登るんだよあれ。おお、危ねえ。まずは右へ寄っていきましょう。それから上に。ちょっとまだ上側の歯車掴むの早いって。そのまま右へ動けばいいだけでしょう。強制動もコントロールしなきゃいけないから、そんな単純な問題じゃないよ。まあまあ落ち着いてじっくり見極めようぜ。こうやってこうやって、そしてここでこう。すぐ登れリブル。全然間に合ってないし。もっと右から攻めないと厳しいだろうな。じっくりタイミングを見計らって、ここで上に移動。そしてすぐに体を持ち上げる。いけたじゃんリブル。この先はどうなってるかな。おいおい、まだ歯車続いてるんかい。ここで手を離すつもりは全くなかったのに。ここの練習が何度でもできるじゃないか。何度もやりたくないわ。あーくそくそくそ。しっかり掴んでリブル。あ、また三本柱からだな。早くそう。
イブル、あんまり切れたりしないように。朝なんか起きたらいいんだよ。無理んだよ。いい加減ここ突破させてよ。お、調子いいじゃないか。さあこの先は？ちょっと上から重りみたいなのが。早く捕まれイブル。お、一発でいけたな。これってタイミングずれてたらそのまんま下に落ちちゃうやつじゃない。そしてここからさらに隣の重りに移らないと。指滑らせて落ちるんじゃないぜ。もちろんしっかりとホールドしてましゅよ。左手で右端を掴めば届くはず。よしよし。なかなかこんなところまで来れないから失敗したくないねー。次は左上に移るんじゃないかな。かなりの難関地帯乗り越えたんですから、そろそろ休憩地点が欲しい。一体どこに向かってるんだろうね、このおっさん。上の方を掴んでっと。何やってんだよ、もったいなさすぎ。きっと道は開けるサリブル。一瞬までこの地獄は続くの。ああ、また落ちた。もうやめていいですか、マリサさん。いや、せめて次の休憩地点くらいまでは行こうぜ。このエリアムズすぎ、検診突破不可能すぎた原発。ダジャレは控えて。イブルなんとかして耐えろ耐えろ。今だ移れイブル。久々に重り掴んだよ。このエリアだけで数時間かかってるな。さすがにここ突破したら休憩にしてやるか。あたいもさすがに疲れてきた。一番疲れてるのは私だっつーの。に、苦い思い出のある場所に再到達。本当にそんな端っこ掴んでていいか。もうちょっとだけ奥を掴みましょう。これで大丈夫。ここは左上で合ってますよね。なんか RPG に出てきそうな感じの風景になってきたねー。朝栗の舞台っぽい感じですかな。もっと手軽にパルクールさせてほしい。ここって右へ行くんじゃないの。いや、そのまんま窓枠に捕まって登れるみたい。おお、どんどん上に行ってる。ちょ、これってまさか。嘘だよね。右の窓枠にジャンプして移れと。ただでさえジャンプ安定しないからこういうのやめてほしいんですけど。な、何十回も練習したリブルならいけるよきっと。未だにジャンプのコツ掴めてないんだからね。とにかくやるしかないのぜ。ま、マジで心臓バクバクする。お願い届いて。うわぁ難しいよ。すぐ下に捕まるところがあるだけ良心的だな。それよりもう指痛いんだって。マウスから指離したいんだって。そんなことしたらお風呂まで真っ逆さまだよ。休憩地点にたどり着くまで物理的に休ませてくれないゲームって珍しいよな。いつでもマウスから手を離して休憩できた。つぼうじが恋しく感じるほどでしゅよ。今度は成功確率を上げるためにより端っこを掴んで挑みましゅ。これでどうだ。2回目でいけちゃったじゃん、さすが。これは次の休憩地点到達あるか。たどり着かないと中断させてもらえないなら絶対に行くしかない。これって屋根の出っ張ってるところ掴む感じだよね。これまた嫌な距離感してますぜ。ちょっと絶対滑るなよ、頼むよ。よいしょ。あらら届いてない。それに結構滑るねー。下にわずかな出っ張りがあるだろ。そこをうまく利用すればギリいけるんじゃね。ここをこう掴んで、この状態でよっこいしょ。おう、うまいうまいリブル。ここは左へ行くのが正解でしょうか。ここから一つ上に行くの、結構遠いような。ギリギリの距離がひたすら続きますな。あとちょっと。これならなんとか届くんじゃないでしょうか。よし、いい感じ。ちょ、これは右へジャンプしないと届かない距離。ここまで来てまだジャンプさせるの鬼畜だねー。ちょっと作者さん、これ正気？うまくジャンプできたとしても出っ張りの的自体が小さいから、失敗確率相当高いでしゅよこれ。そういや、安全全ダメ。失敗してもマウスボタンをしっかりホールドしてる限り、風呂まで落ちてしまうことはないだろう。右手乳酸地獄なんだよもう。歯食いしばっていけおらー、やってきたろう。クリフバーチ直結の方が圧倒的に辛いだろう。あれは現実世界独自のスタミナシステムのせいでほぼクリア不可能な人間卒業試験でしょ。さすがにここからじゃつかめない模様。それそれそれ、ぬわーん。その生き方はむしろ厳しそうでは。お願い。まだ休憩地点は先みたいだぜ。最後まで油断禁物だよ。今度は T シャツを掴んで進めと。第2エリアに比べて第3エリアはなかなかハードですな。ガチでそろそろ指を休めたい。って、またまた地味に遠いよねー。飛び移らないといけない場所多くない？これ全部成功させないと次へ行けないの結構ヤバいのでは。パンツが揺れるせいで超怖いんですけど。勇気を出すしかないよ。うまくリズムを取りまして。こう？さすがリブル。次のパンツ小さい。マジでどこまで行けば休憩なんですか？それにここ、突破させる気ありますか？ちょっとこれは無理ゲーすぎない？あんな小さな的にピンポイントでジャンプするの厳しいって。でもここを越えないといつまでも第3エリアはクリアできないぜ。もう一か八かでしゅよ。ここだ。
今さっきプールみたいなの見えた。あともう少しだったようだな。惜しい。リブル早まるな。早いパソコン壊しちゃダメだってリブル。一旦落ち着こうぜ。リブル正気に戻ってそれ以上叩かないで。という妄想しましたけど、それじゃ何にも解決しませんからね。どんな妄想したってんだ。切れそうな顔してるけど大丈夫？大丈夫に見える？いや、そんなに。おお、ほんの10分くらいでここまでカムバックしたじゃないか。やっぱ確実に上手くなってるよリブル。あ、そうだ。この服だけ縦に長いから、下の方を掴んで揺らせば。ああ、確かにそうした方が確実かもな。さあ右腕よ届け。よし来た。やっぱこの方法が正解でしたよ。隣の T シャツはギリギリ端っこを攻めればジャンプの必要はないかもな。プールまであとちょっとだよ。かなり危なっかしいけど、これでなんとか届いてくれませんでしょうか。よし。ようやく第3エリア突破見えてきたな。さすがにこの長いネクタイが最後でしょ。ドキドキの瞬間が近いよ。これでどうよ。あ、プール。ビビってあごきする必要なかったな。第3エリア突破おめえ。とてつもなく長い戦いでしたよほんと。これ以上は続ける気力湧かないでし。とりあえず約束通り一旦ここで中断としますぜ。つぼおじはパート分けなかったけど崖おじは分けるんだね。崖おじ RTA にてたすがに踏んだいだから、おそらくつぼおじの倍のボリュームはあると思うぜ。こんな苦労がまだまだ続くってのかい。本日は一旦ここまで。ファンアート紹介に移るよ。184様、ポピープレイタイムのキャラクターに追いかけられるリブルありがとうございました。ただのミル様、17万人記念撮影の準備をしている私たちありがとうございました。デリシャス様、リブルとか結構するチルノありがとうございました。私はゴキブリじゃない、ホタルだってホタル。トール様、バルディブル先生ありがとうございました。トチア様、ピエン顔で、私は G ではありませんと訴えるリブルありがとうございました。魚様、つまりリブルは男の子だったありがとうございました。女だよ。ミラクルフィンガー様、アリスに追われすぎて我慢の限界が来た私と。ミスティにリブルキックありがとうございました。マリサはバナナ、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 バナナー。リブルが壊れた。ミフミフ屋のミフミフ様、ひたすら私をバカにするリブルありがとうございました。アゴキスコリール大中膜黄色リブルン。おいリブル、はい、なにこれ。私はヒートリブルンです。ヒートランとリブルが合体してて草。別名ゴキブリブル DX です。ゴキブリブルだって。リブル怒らないでねー。あ、遅かった。ミラクルフィンガー様、アゴキストーリーズ第9幕ありがとうございました。すみません、白霊人らはどこですか。あの山の近くに。ん？え、雫の音。ちょ、なんか不穏な空気が漂って。え？なんか顔がやばいことになってる。なにこいつ怖。いや、インパクトありすぎ。ふっ、逃げないと。でも、体が動かない、声も出ない。やだ、助けて。大丈夫ブブ、あのゴキブリと一緒に、あの世へ送ってあげる。ゴキブリ扱いは許しません。一瞬でリブル駆けつけてきたか。失礼な人、弟子ユーチルノ、行きましゅよ。あ、うん、リブルって、怖。ライ様、怪異に襲われかけたチルノとリブルの逆鱗に触れた怪異ありがとうございました。以上ですぜ、ご視聴ありがとうございました。次回で一気に山頂まで行けるかな。できれば変わってほしいんですけどね。